男性がどんな場面でどんな女性とであれば体の関係を持ちたいと思うのか、えー、その男性の欲求について今日は3つのポイントから特にアラフォー男性ですねアラフォー男性がどんな場面でどんな女性と体の関係を持ちたいと思うのかというお話ご紹介していきたいと思いますのでぜひ最後までお付き合いくださいこんにちは小川賢治です このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています動画はほぼ毎日更新しています最新動画を見逃さないためにもチャンネル登録をよろしくお願いしますまた僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください男性が どんな場面とどんな場面でね、えー、女性と関係を持ちたいか、そしてどんな女性であればね、えー、そういう関係になってもいいと思うかというのは、えー、年齢や状況環境によってね、えー、大きく変わっていく、えー。10代、20代であればね、えー、はっきり言いますけど、なんでもいいんです。あのもう頭の中ね、それしかないんでね、もう猿と同じなんでもう、えー、状況とか環境とかね、えー、相手構わず、もう頭の中はね、そればっかりですよ。 ただ、ある程度今年も重ねてね、えー、30代も後半ぐらいになってくる、えー、40代、50代になってくるとさすがにね、えー、そればっかりというわけにはこれ現実的に行かなくなっていくわけですね。仕事の問題もあるし、まあ、家庭もあるかもしれないし、まあ、社会的な、ねえー、役割、えー、求められているものっていうのが、えー、数多く増えてくる そちらにエネルギーを注がなければいけないところで一方でね、こういわゆるこう恋愛とか、えー、性的な欲求というところに対してばかり力を注げるかというと、まあ、そうじゃない。これはまあ女性も同じだと思うんですよね。ただ男性の場合はそれがより顕著である。ということで、えーまあね、じゃあ,どん,な男あどんな女性だったら男に、ねえー、そういう欲求を刺激することができるのか。 まあ、スタイルがいいとかね、年齢が若いとかね、えー、まあ、いろいろあると思うんです。肌ヤが綺麗だとか。でもね、それは今言ったように、まあ、どちらかというと、まあ、若い自分の話ということと、あとはまあ、単純にね、こう、若いとか、スタイルがどうこうっていうだけの話だったら、まあ、それこそね、えー、単純に、こう、性的な欲求を乱すだけ。 での話なんでね。今日ここでご案内差し上げようと思っている話は、まあもう一歩先の話ですよね。えー、お互いの関係を深めていくための一つのプロセスとしてね、えー、男と女の関係、体の関係に、えー、なっていこう。じゃあそのためのその最初のプロセス、今申し上げた体の関係になるためには、どういう女性、えー、どういうシチュエーションが、ね、好ましいのかということをご紹介をしていこうと思います。えー、いつも通り申し上げておきますが、 男性の全てがね、えー、今日ご紹介することに当てはまるかというとそうじゃない、えー。40、50になってもね、えー、お前は猿かっていうぐらい、もうそんなことばっかり考えてるね、もうエネルギッシュな方もいらっしゃれば、えー、一方で、えー、お前はイタリア人かっていうぐらい、もう挨拶の代わりにね、そういう方、ことを軽々しくやる、えー、方もいらっしゃったりするので、えっ、ー、と、まあ、人それぞれあるんだけども、まあ、多くの場合、 いわゆるアラォー以上のおっさんっていうのはね まあ、こんなもんですよ、ということをね、ご紹介していこうと思うんです。えー、あとは、まあ、体の関係になった後、まあ、どうなのか、じゃあ、その後の関係をどう作っていけばいいのか、という問題についてはね、えー、っと、過去にこういう動画を、えー、作っているので、まあ、この辺なんかをね、こう、参考にしながら、えー、その後の話っていうのは、えー、こちらの動画をね、えー、見ていただくとして、今日は、それよりもうちょっと前段階、えー、まあ、この人と、まあ、もうちょっとね、先に進みたいな、じゃあ、この人は、どういう、 女性とだったらそういう関係を持つのか。まあ、どういうシチュエーションであればね、そういう気分になるのか。なんていう話をご紹介していこうと思います。ポイントは3つあります。アラフォー男性が抱きたいと思う女の特徴。3つ。そのうちの1つはこれですね。 ま、これは言っちゃうと、あの、さっきね、まあ、年齢によって違うと言ったんだけども、まあ、年齢、あんまり関係なくても、大体みんなこれはね、あります。一番目、希少性です。希少性。えー、希少性のある女というのは、えー、これはま、どんな場面でも、えー、必ず、まあ、どんな年齢の男性からもね、えっ、ー、と、モテるというか、まずやっぱり体の関係を求められることが少なくない。えー、なぜ希少性かなのかというと、 えー、男性視点でいくとね、本能的な、男性の本能的な欲求としては、まあ男性もオスなんでね、やっぱりメスの奪い合いなんですよね。えー、なんでメスを奪い合うかというと、えー、これも前にどっかでお話ししましたね。えっ、ー、と、まあ男性はね、えー、自分で出産できないけども、まあ女性はね、出産できると。そして女性は一人の男の子供しか、 妊娠できないんですよね。だから他の男に、えー、妊娠させられたら自分の、ねえー、子供を妊娠することができないわけです。もちろん別に妊娠させたろうと思ってそうするわけじゃないけど、本能の部分でね。えーまあ、そうするとね、やっぱり早い者勝ちになっちゃうんですよね。えー、じゃあ後々ね、こう掘っておいてもいいや。 というような人だと結局後回しにされてしまってやっぱりこう奪い合う自分がちょっかい先に出しとかないと他の人に持ってかれちゃうぞという懸念のある人というのはもうねまずちょっと自分がね、えー、体の関係になって一回自分のものにしたろうという欲求が先に入るんですよねこれはもう本能的に本能的に入るから いつも言ってるようにね、えー、男性は最初にこう、バーンとこ性的な欲求とかね、恋愛欲求をバーンって高まって、自分のものにしたら、あとは、えー、つった魚に餌をやらないってことでギュッと落ちていくっていう話はね、いつもしてますよね。えー、だから最初はね、まず、希少性のある女性。だから私他にも男おるんよ。えー、私をね、迎えに来てくれる人はあんただけじゃないよ。みたいなことを言われると、まあ、露骨に言われるにね、気分は良くないんでしょうけど、まあそういう態度とかがね、えー、ところどころ見える。だから、 私ずっとね、あなたのものちゃうよ。えー、あなたのそばにいつまでもいてあげられんよっていうことがちゃんと伝わっていると、あ、そうか。急がなきゃ。もうすぐにでもという欲求に変わっていくので、えー、まずはね、一回自分のものにしなきゃ。ということで、まあ男性はね、えー、そういう女性をまず自分のものにするために、えー、体の関係を求めていくということは、えー、少なくない。 まあだからそういう意味ではね、もうすでにお付き合いができてる関係でもね、あんまりこう、相手に安心感は絶対的に必要なんだけども、どうすぎ、どの超えた安心感を与えてしまうと、まあ、男性はね、じゃあいつでもいいやっていうことで、まあ、だんだんいわゆるこうレス関係というかね、えー、そういう関係もなくなっていくので、まあ、そこはちょっと注意をした方が いいのかなということで、えー、希少性をね演出すること希少性のある女というのは男性は、えー、まずねこう自分のものにするために体の関係を持ちたいと思って思いがちということですねさあそして、えー、2番目ですね、えー、2番目これ意外にね気づいてない女性はね、えー、特に男性もね気づいてない自分で気づいてない方が多いかもしれません えーまあ、これも言われてみりゃあるあるだなというふうにね、えー、特に男性の方はお気づきかもしれません、わ、えー、かるかもしれませんけど、適度に落ち込んでいる時に一緒にいる女なんですね。適度に落ち込んでいる時、えー、この適度というのはね、味噌で、えー。あまり落ち込みすぎてると、えー、逆にね、もう完全シャッターガラガラって閉めちゃうんで、誰とも会いたくないし、誰とも関わりたくないんですよね。そして落ち込んでいる時っていうのは男性はね、 やっぱり落ち込んでる姿って人に見せたくない人が多いですよ。それはね、どんな今社会的な立場にいようとも。えー、まあ基本的にはね、やっぱり見栄を張って生きていくのが男ですからね。 まあその見栄の度合いも個人差はあるんだけども、だからやっぱり根っこの部分では見栄を張っておかないといけない。なんで見栄を張らなければいけないかというと、さっきみたいに男の人はやっぱり組織の中で生き,生きていかなきゃいけないし、群れの生き物なんでね、群れの中で自分自身のヒエラルキーを守るために、多少ね、やっぱり弱音を吐かずに、まあ俺はこれぐらいのことできるんだということをやっぱり見せていくのが、やっぱり男性社会。それをね、こう、やっぱり、 分かってくれるというか、えー、そういう自分がね、こう、ちょっと落ち込んで、やっぱり表で出せない自分の弱さを、ポンとこう出した時に、横にいる人とかに、やっぱり甘えたくなるんですよね。えーあ この子は俺のこと分かってくれとるな、あこの人はなんか本当にね、えー、お母さんっていうとねまたちょっと誤解がありそうかもしれませんけど、まあ、ちょっとねそういう,こう甘えてもいい人なんだと思えると、えー、じゃあちょっと甘えたろうかなと、えー、いうことで、まあ、まずそういう、ね、性的な関係を求めていくようになることが多い。 だから、これ、あなたもね、経験あると思うんですよね。やっぱり男性と2人で飲んでて、ちょっとこう落ち込んでる男性を慰めたりとか、励ましてるうちに、なんかしんないけど、そういう関係になってね、気づいたら、なんか突き落としたみたいなこととかもあると思うし、まあ、これ、男性もね、逆バージョンで感じたことあると思うんですよね。だから、男性の場合は、割とね、こう弱いところを引っ掛けるというか、引っ掛けるって言い方もね、なんですけど、まあ、弱いところをつつくというかね、そういうところをこう理解してあげる。 だからこそ男性は、えー、まあね、何ていうのかな、こう、お母さんが好きだっていう話もさっきもち,ちらっと言ったようにね、こう甘えさせてくれる人がいたりすると、まずね、こう甘えという感覚から性的欲求に入っていって、えー、そのまま関係を持っていくことというのは、割と少なくないんでね。だからそういう意味では、こう、男性をね、まずやっぱり理解をしてあげる、彼のことを理解をしてあげることですよ。 あのまあ、もちろんあなたもね彼に甘えたいこといっぱいあると思うんだけども彼もあなたに甘えたいことあると思うんですよねだからその甘えたいけどでも甘えられない彼がいたりもするわけでその甘えられない彼をちょっとねこう甘えてもいいんだよというところをお示しをしてあげるとあそうかじゃあまあこの子には俺のすべてをさらけ出してもいいのかなということでそういう関係になっていくことも少なくないとまたそういう女性が男は好きだ ということでね、覚えておいていただくといいと思います。さあ、そして3番目。今日はね、アラフォーっていうね、お話をさせていただいています。えー、アラフォー男性が一番好きなものは何か。えー、もうね、これもお分かりですね。もう、これ分かってなかったら、もう一回ね、チャンネルもうね、俺のここにある動画全部見直した方がいいっていうぐらい何度も言ってます。えー、男性が何が好きか。先ほどもね、ちらって言いました。 習慣なんですね。習慣が大好きだというお話を差し上げてます。じゃあ、その習慣を壊すのは嫌なんですよね。そして、壊されるのはもっと嫌。じゃあ、その習慣を壊すような人って誰かというと、体の関係になった後に、彼女面する女ですね。えー、彼女面する女。ということは、彼女面しない女がね、えー、男はいいんです。 えー、体の関係になったとしても、彼女の、彼女面をしないだろうな、この人という安心感のある女。だから適度な距離感をね、ちゃんとその後もね、保ってくれるかどうか。えー、多くの場合は、やっぱりこう、ね、そういう関係になるにあたって、やっぱり男性はね、警戒心が働きますよ。それは別に不倫とかじゃなくてね、普通の独身同士の、えー、恋愛、独身同士のね、 えー、関係で、そういう体の関係になるならないっていう時も、やっぱり男性はね、この子大丈夫かなあとあとめんどくさいことなんねえかなとか、あとあとなんかね、いきなりこう、彼女をずらしてね、いきなり家来たりとか、いきなり合鍵よこせとかね、そういうこと言ったりしないかなみたいな。まあ、ちょっと警戒するんですよね。でそこが、ああ、これ危ねえなー。ちょっとやべえぞーと思ったら、ああ、もういいや、今日やっぱり帰ろうっていうことで、えー、帰ることになる。だからそれぐらい、やっぱりね、あの、ある程度みんな大人だから理性があるんでね、えー、自分に対して、 自分のライフスタイルを守るということに対してのリスク回避を、ね、必ずするんですよね、えー。だから、もちろんね、都合よく遊びたいからそういうことするんじゃないですよ。都合よく遊びたいという意味で、彼女面しない女が好きということじゃなくて、いや彼女でいいんですよ。もうあな,たの、えー、あなたは俺のものだっていうことでその、あの人のものになってもいいんだけど、 彼のルーティーンを極力ね、やっぱり壊さないというかね、えー、尊重してあげる。だから、私はそういうことになっても、えー、体の関係になってもね、えー、ある日突然、えー、いきなり彼女をずらしてね、あなたに,に押しかけたりとか、まあ、何でもかんでも、あなたの言うことを聞、えー、あなたに言うことをね、えー、聞いてほしいとか言うとか、そういうことはありませんよ。セーフティーですよっていうことが、ちゃんと伝わっていると、まあ、あ、じゃあそう ということで、まあ、安心してね、まあ、そういうことだ,そういうだったらそういう関係になってもいいよねと、えー、いうことを、まあ、考え始める。いつも言うようにね、やっぱり男の人は年を重ねれば重ねるほど、えーまあ、その場の欲求というかね、性的欲求に流されてい、えー、くこともないし、まあ、本当にね、えー、とある程度こう人間としてリスペクトしていてね、 普段こう、ご飯行ったり、えー、一緒に過ごしてる時間があるような人を、そんなにね、都合のいいを女にしようなんていう風にはね、みんな思わないんだね。だから体の関係になるっていうことは、それなりにその後のことってのも考えてる。ただ、それは、えー、その後のことも考えてるんだけど、えー、かといって、じゃあ自分のルーティンを壊してもいいのかというと、そうじゃないから、えー、そこはね、守ってね、守ってくれるかな、この人。守ってくれるんだったらいいよ。というような、まあ、 発想に働発想が働くので、えーまあ、そこをね、組んであげていただくといいのではないでしょうか。えー、まあ、3つご紹介させていただきました。まあ、希少性がね、えー、ある。そして、まあ、辛くて寂しい時とかね、落ち込んでいる時に一緒にいてくれる人。えーまあ、その時にね、そばにいてくれる人。そして、えー、彼女ずらしない。 えー、ルーティーンをね、壊さない人だというお話を差し上げました。まあ、あくまでもこれは一方的なね、こう男性の欲求ということだし、まあ、女性は女性でね、また別の欲求があるんです。えー、そういう意味では、ね、これも何度も申し上げているように、男性、女性、それぞれ違う生き物だから、そこはね、歩み寄りをしながらお互いの理解を深めておくことが必要なんだけども、まずね、じゃあ男性はどういう感覚でいるかということをちょっと知っておいてもらうとね、えー、彼との関係、えー、まあ、なかなかね、 ちょっとこの関係ってどうなんだなかなか先に一歩進まないなっていう時に、まあ今日お話しさし上げたような話なんか思い出していただくとね、また一歩進めていく機会にしていただくことができるのかなと思います。まあね、彼もそうだし、あなたもそうだし、まあお互いね、えー、いい大人だと思うので、えー、まあ単純にこう欲求に従うというよりは、ある程度、 それぞれね、背負うものがあって、えー、それぞれ価値観や考え方があって、えー、そういう人たちが、ね、まあ、体の関係になるとかならないとかも含めてね、今後やっぱり一緒に生きていこうとか、えー、一緒に過ごしていこうというふうに考えたときに、やっぱり一番重要なのは歩み寄りだったりするので、そのためにもまず相手を理解するというところから、今日の話、えー、一つね、頭の片隅に置いといていただけると、彼との関係前に進めるきっかけにしていただくことができるのではないでしょうか。